大学生。よし、はい。はい。じゃあ、たぶん、ゆうべから行きます、最初。いや、もう、それサークルの伝統だから。おぉ。大学生は。自分たちも学生の時そうやって遊んできてるから、そう、そう、それはそれはありがたい。本当本当、試験勉強とかそういうことだからさ。逆転の。足が痛い。いやもう筋肉が。しかも体がすごい。うん。頑張って、いや違う、昨日の特訓で、先週からの特訓で。そうか、それでまた今度明日もあるね、明日大変だ。そうなんだよ。休めないんだよ、雨も降らないから。ああ、そうですよね、雪もないし。うん、雪もないし。雨降るかもしれないから、多めにコート取っとくんだよね。ああ、なるほど、多めになったら。そう。で、消化しなきゃいけないんだよ。だいぶ来なかったら一人で。そういうところにプロが来てしまうって。なんか怪しいサークルになっちゃった。来年からは、来年ってか、キラキからはいなくなる。いなくならないみたいね。あ、まだいるんですよ、うん、あれは。で、なんか、5月までは、もう、雨も降らないし、はい、定期的にやってるから、それでも、なんか、顧問みたいな。顧問になってくれよ。なんか、こう、私教える人がいないから、センスを。タイミングが早いから。いや、に出ましょうって言われますよ。一緒に出ます。全日本、全日本行きましょう。いやなんか変えたいとかそんな感じなの。いろんなとこ変えて打ってます。あ、ほんと？ちょっとずつ。まあ若いもんな。じゃあ好きなだけやりな。あ、もう。あ、白もちょっとやらないから。わかりました。これで1時間ぐらいの予定だった。もういくらでもサーブを打ちますよ。あ、ほんと？じゃあやってやって。あ、すごいね。スライス。今のスライス。いいスライス打てたなと思ったことです。うん。センターが気になります、今度は。センターを打てたらサーブ変えます。あー変わると思いますね、やっぱり。フラットが入れたハイラインが。あー惜しい。そう、スライススピン。やっぱ。ナイスワン入りますね。どっちがいいやつ。フラットじゃどっちがいいやつか。え、小学校から先生やってんの？小学校から先生やってんの？あ、そうです。でも中学校では一回ちょっと受験で、あ、そうちょっとやめて。あ、そうだもんね。そう、そうなんですよ。大変だよ。わかりますか？まだやってる。よかった。この動画にいたします。よし、頑張れ。よし。
急げ。よいしょ。はい。